動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トークです。今週はですね、福島競馬場で行われますラジオ日経賞の展望を、日本の編集部より行っていきたいと思います。出演者の紹介です。研究ニュースで、厩舎取材担当されてます、楽トラックマンです。楽さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。進行は競馬ブックで調教取材を担当します、唐島です。よろしくお願いします。ということで、まあちょっとね、先ほど話してて発覚したんですけど、ちょうど親子ぐらいの年齢差ということですんで。お父さんより一つ年上だったぐらいでしたかね。息子にが負けないように頑張ります。はい。まあぜひ頑張りましょう。同じ、名前勇気で同じ名前なので、勇気コンビ、年の差の勇気コンビで頑張っていきたいと思います。ということで、まあラジオ日経賞の店舗に入る前に、ちょっと先週の振り返りを行っていきたいと思うんですけれども、先週は宝塚記念を予想しました。出演しましたですね、勝ち馬の、肩のトラトラックマンが、本命イクイノックス、山下トラックマンが、本命空手だったんですけれども、イクイノックスの方はね、完勝という感じだったんですけれども、相手のちょっとスルーセブンシーズを肩のトラックマン抜けてしまったということで、両者とも的中はならずという結果になりましたけれども、エラクさん、この宝塚記念、振り返ってみて、どのように見てますか？はい、イクイノックスは、調教を見る限りね、決して完調というか、本調子ではなかったと思うんですけど、やっぱ普通の状態であればね、超A級馬っていうのは力を出しますしね、強かったですね、はい、外を回ってね、次元の違う競馬でしたし、でそれについてったその外を回った有力馬たちがね、最後みんなちょっと止まっちゃって馬込みを塗ってきたスルーセブンシーズがね、2着に来たっていうレースでしたね、はい、世界一の馬レーティングをねつけられてっていう、ちゃんと実力をこう証明したという結果になりました、はい、ということで、ここからラジオ日経賞の展望に移っていきますけれども、まずは、舞台となります福島 1800m のポイントをお伝えします。4つのカーブを曲がる小回りコース、内枠の先行馬ペースが取りやすく打前有利になるという傾向になっています。また、競馬ブックの、本誌が決めますですね、レース単票っていうのがあるんですけれども、こちらが波乱含みというふうになっていますけれども、このレースは確かにちょっと波乱含みなレースがあるかなという感じですかね。毎年ね、難しいですね、これはね、はい、全体的に見てみて、なんか印象みたいなのあったりしますか？そうですね、この時期の初めての3歳馬のこうハンデ戦というかね、53キロから上は57キロまでね、幅広いですし、春をね、どう戦ってきたかがここにつながると思うんですけれどもね、以前はね、クラシック路線を狙って、使ってきた馬たちがここで人気になって、負けるというパターンが多かったんですけれども、はい、最近はね、このレースを狙って調整してきてる馬もいるんでね、過去の傾向とは少し違ってきてるかなとは思いますね。ということで、それを踏まえて、ラクトラック馬の印ですね、を紹介していきたいと思います。目が14番のレーベンスティール、対抗が11番のアグアシアド、黒三角が13番アイスグリーン、4番手が2番のグラニット以下、バロバイト、エルトンバローズ、セオという印をいただいていますけれども、まず本命のレーベンスティールの根拠を、お願いします。はい、以前はね、こう体質の弱さというかね、使い込めないところもありましたし、全身規制が強くってね、ちょっとこう折り合いに苦労するようなところもあったんですけれどもね、その辺を踏まえて大事にね使われてきました。で、一戦ごとに成長していますし、今週のね、追い切りを見ますと、遅いペースでもゆったり走れるようになってきてますんでね、ここはね、素質の良さをまた出せるんではないかなと思って、ハンデはね、56キロと火力はないんですけれども、本命にしました。人気は読みにくいかもしれないですけど、一番人気に、ね、なりそうですけどね、一番人気がね、走らないレースなんでね、ちょっとこう、考えましたけど、数年で言うと。大事に疲れてるっていうことなんで、本命に力通り走れるんじゃないかなと考えました。そうですね、成果の戦績とか見ても、前回も強かったですけれどもね、特になんか新馬戦のなんかソールオリエンスの首先のっていうのをなんか引くように見えますけど、前走にしてもね、3番手のうちでね我慢できてましたし、追い出されてるとね、あっという間にね後ろを離しましたからね、完勝でしたし、重賞級の馬だっていうことは間違いないですね。初めての福島になりますけど、そんなに気にする必要ないですか？そうですね、中山でも走ってますしね、外枠に入ったのがねちょっとどうかっていうところはありますけれども、馬自身もこう精神面も成長してるんでね、折り合いはつくと思いますね。かえって金曜日雨の予報もありますし、馬場状態がねうちの方が悪くなっていれば、この外枠は有利に働きますしね、なんとかこう我慢してくれるんじゃないでしょうか。続きまして対抗がグラシアドになりますけれども、こちらはどうでしょうか？スイートピー賞がね、スイートピーステークスか、うち、で
こうじっとね、中段のうちぐらいでね、足溜めてて、直線ね、進路を探すようなところがあってね、追い出しが少し遅れたんですけれども、相手からはね、しっかり伸びましたしね、勝ちに等しい内容だったと思いますね。まあ、その後、休養を挟んだんですけれどもね、ここ2周ね、コースと半路でね、しっかり追い切られてますしね、牝馬ですけれども、体調の良さっていうのがね、この調教からも伝わってきますね。格言でよく夏競馬牝馬とか言ったり、なんか言ったりとかしますけどね。うん、このレースはちょっと若干こう牝馬の成績的には。そうですね。牝馬の活躍っていうのは少ないですけれどもね。まあ54キロで出られますしね。調教を見て、これが相手かなと。はい。調子の良さとか、その辺も踏まえてという感じですかね。はい、続きまして、クロス三角が13番のアイスグリーンというふうになってますけれども、はい、こちらはどうでしょう。スプリングステークはね、大敗したんですけれども、まあ、前走はね、後位の外で流れに乗って、で、一旦抜け出しそうになったところを、バルサムノートにね、刺されちゃったんですけれども、うちにこう持たれてきた馬が邪魔になるようなところもありましたしね、それで首差ですから、惜しかったですね。うん、この馬もね、一周前にしっかり追われましてね、状態は維持できてると思いますし、1008でね、結果を出してますし、1008でもね、小回りの小倉で勝ってますし、はいはい、福島でもね、問題ないだと思いますね。うん、そうですね、まあ、ちょうど、まあ、2勝が小倉というところです。はい、もんね、初めてでも対応できるかなという感じですかね。続きまして4番手が2番のグラニットになりますね。このレースやはり穴は逃げ馬ですね。はい、そうですね。うん、はい、人気のない逃げ馬がね、残るケースもありますし、はいはい、で、枠順はね、2番枠引きましたんでね、グラニットね、はい、今回も花2ということなんでね、先手を取って少々早いペースでも開幕週ですしね、花取れないんじゃないですかね。逃げ残りっていうシーンもあると思いますね。2走前のスプリングステークスなんかも、ゴアワヤっていう感じの、ね、そうですね、逃げ馬でしたし、はい、結構の動きなんかも良かったですかね。そうですね、この馬も3頭合わせでね、追走してね、いい動きでしたね。状態の良さと、まあ、適正もね、このコース、まあ、一回勝ってるんですよね、福島で、ね、そうですね。その辺でっていう感じですかね。最後、担当厩舎ということもありますけれども、はい、9番のウバロバイトはちょっとこちらの評価もしていただきます。そうですね。スイートピーステークスの勝ち馬で、その後はオークスに向かわず、距離適正を考えて、ここを目標に放牧を挟んで調整されてきたんですけれども、はい、やはりそれでもね、華奢な牝馬ですし、やっぱりこう、どうしてもね、馬なり調整というかね、心身ともにしっかりしてないところがあるんでね、その辺で割り引いたんですけれども、素質の良さっていうかね、その辺は確かでね、今回ね、ちょっと体減ってると思うんですよ。430キロ台の出走になると思うんですけれど、その辺がね、もっとこう大きくなって、秋以降にはいい馬になってるんじゃないかなと思いますけど、現時点ではちょっと割引かなと思いますね。素質でどこまでっていう感じですね。これまあ普通スイートピーステックス勝つのになんかオークスっていう感じのイメージがありますけど、ね、うん、この馬はまあ元からそうですね、もうここを勝ってもっていう、ね、行くつもりはなかったみたいですね。うん、秋に向けての一戦っていう感じになるかな。そうですね。はい。こうですかね。ということで、有力馬の解説をしていきました。続きまして買い目の発表なんですけれども、買い目の発表は CM の後で。昭和20年からいくつもの元号をまたいだ蹄鉄、走り続けてきた理由、信頼、根拠、数字、信用、勝ち負けだけじゃないロマン、これからも走る競馬ブック。 CM 開けました。ラクさん、どのように。そうですね。一番人気が予想されるレーベンステリーを本命にしたので、まあ、そこから馬単と三連単のフォーメーションでね、買ってみたいと思いますね。最初に挙げた3頭を厚めに買って、あと、ハンデ戦なのでね、白三角の4番目ぐらいまで流したいと思います。うん、まあ、もう一着固定というふうに。そうですね。はい。いるという感じですかね。ということで、ラクトラックマによる解説でした。まあ、最後に私の方の予想もちょっと軽くですが、いきたいと思います。本命はですね、G 枠1番を引きました、コレペティトールにしました。今回の共同通信杯はもう結構、まあ皆さんもご存知だと思いますけど、かなりなんか出世レースみたいな感じになりまして、まあ出てきた馬は結構ね、活躍しているわけですけれども、この馬どっちかっていうと、あんまりこう一瞬の瞬発力というよりかは、ちょっと34秒台の足の使い方をする馬ですんで、ちょっとそのあたりでちょっと実力馬と比べると、まあ前回ではそういうところで身を取ったかなと思うんですけれども、このレースだとまだそんなに超高速上がりが要求されるレースにはまずならないですしね、久しぶりの右回りになりますけれども、初戦も別にそんな、周りを気にしているような感じはなかったですし、絶好枠を引いて、うまく立ち回れれば、まあ上位も可能じゃないかなというふうに思いました。馬券の方はこの馬の単勝と馬連で印をつけた2番のグラニット、13番アイスグリーン、16番マイネルモーンと14番レーベンスティール、7番シルトホルンに馬連で流していきたいと思います。ということで、まあ駆け足になりましたが、ラジオ日経賞の展望を行っていきましたけれども、本格的に今ローカル開催が始まって、なんか夏競馬、そうですね、本場開催がね、東京から福島に移りましたしね、これから夏競馬っていう感じですね。はい、もういかにも
もなんかもう今週から開門も日本のは5時調教になりましたので、そうですね、そのあたりもなんか、ね、早いですね早いですね、まあ、でもこういう風に言ってるとね、また夏天候が終わって秋競馬っていう話になったりとかしますけれど、うん、まあ、夏競馬いろんなね、こう皆さんもいろんなところにね行ったりとか、うん、競馬ファンの方もできますんで、まあね、カラシマトラックマンも今週は福島出張ですね、ですね、はい、今週福島に美味しいお酒が飲めていいですねそうですね、はい、楽しんでいきたいと思います、はい、ということで、まあ、本日の動画は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。